はい、こんにちは、スワクテガと申します。今回はですね、双剣の新しい形である罠型双剣を構築しましたので、皆さんに紹介していきたいと思います。罠型双剣なんですけれども、なんで罠型と言われているのかというと、双剣は1枚初動で動けるカードがある。で、シンクロモンスター赤章の効果によってデッキからその1枚初動のカードを手札に加えることができる。さらに爆矢の効果、爆矢の効果でドローを加速させることができて回復が増えない。そして、竜炎の効果によって相手のライフを刈り取るね、ことも結構容易だったりするということで、それらを少ない手札でできること、少ない手札でできるので、余った枠を罠にすることによって相手をね、すぐに封殺して、さらに少ないターンで相手のライフを削ることができるというですね。最終的な盤面で完全な布陣を作ることは多分無理だと思うんですよ。ドライトロンだとか、あるいはアダマシアとかとか。そういうことではなくて、そういったモンスターだけで完全な布陣を作ることを目的するんじゃなくて、とりあえずモンスターである程度の布陣を作っておいて、保管する形で罠を張り巡らす。で、1ターンでも送ったら、その次のターンで相手のライフをゼロにできるというのが罠型双剣のいいところというより、強みだと思います。特に神の通告とか大取り物、そういったものはこのデッキにとってめちゃくちゃ強いと思うんですよね。ミラーでも強いし、何より、神の通告が残ってたら、うらら G あたりを消すことができるという点もあるし。ただ、反面、罠に置きすぎると、墓穴とかを積む余裕がちょっとなくなってるんですよ。今ちょっと抹殺だけは入れてるんですけれども、多分本当の罠型双剣は、抹殺も入れてないと思うんですよね。罠、多分ここ強制脱出装置2枚とか、あるいは神の通告3枚目、神の宣告3枚目とかだったりだと思うんです。僕はちょっとその辺ヘタレなんで入れていますというだけです。はい。それじゃあ行きましょう。モンスターから紹介していきたいと思います。双剣爆矢が3、双剣タイヤが3、双剣竜炎3、エクレシアが3、サイフレームギアガンマが2、サイフレームドライバー1、ハルルラが3、増殖する G が2、モンスター以上です。次に魔法カード。竜双剣剣が3、大霊砲が1、強欲で貪欲な壺が3、抹殺の指名者2、双剣暗転、魔法カード以上です。次にトラップカード。双剣暗転1、無限法要3、大取り物2、神の通告2、神の宣告2、防球の直面1。以上です。40枚にしています。僕は40枚が大好きなので40枚にしています。はい。それではやってみましょう。モンスターから、ここを減らしていません。双剣ガードを。クレシアも3年で。レシピはあったんですけれども、その中でタイヤを2にしている構築とかあったんで、その分を罠を増やして、相手の妨害に構えるという形をしている人も結構いました。ただ僕の場合は、やっぱし、双剣の1枚初動は減らしたくないなというか、双剣を減らしちゃうと相対的に爆矢の効果も使えなくなっちゃうなと思ったので、もうそこら辺減らすのは、ちょっと怖かったんでね。はい。もう3ずつにするってもう決めてました。減らすよりはって感じです。まあ実際問題、そんな言うほど、自分の中で双剣カードが余るってことはなかったです。むしろ足りないことの方が多かった。回してみた結果をね。で、誘発、サイフレーム、ウララ G。G を2枚にして、1枚をサイドに回しています。それ以外で、ニビルを減らして、ベーラーもなくしました。そんなところかな。ウララは外せないですね、絶対。ちょっと、食らってしまったら致命的な部分はあるで。G は致命的にはならなかったりするんですけど、ウララは致命的になるので、カードによってはね。エクレシア1枚でエクレシアしかないですってなった時に、ああ、やべえ、エクレシアにウララ打たれるとっていう感じで、マスターズの指名者で除外するようとして絶対3枚いる。サイフレームもそうかな。サイフレームは妨害用として使うことがほとんどですね。ハンド腐ること多いもんな。ロンギヌス入れたかったんですよ。個人的な部分として。だからもうここら辺抜いて、墓穴抹殺抜いてロンギヌスにしようかなと思ったことはあった。どうせ除外できなくなるんだったら、じゃあここの辺にしといて、サイフレーム生かすためにロンギヌスにするみたいなことも考えたんですけど、罠型って言ってるしねっていう感じで。抹殺の指名者僕だから好きなんですよ。墓穴より。相手の妨害に使えるから。自分のあれよりも相手の妨害に使える。強欲で貪欲な壺に打てると気持ちいいし、ミラーだったら相手の爆矢召喚に爆矢って除外したいし、みたいな感じができるから。で、増殖する時がね、この辺ですね。で、魔法カード。竜双剣剣さんだ。いいでしょう。直命があるからそこまでそもそも魔法カードを増やしたくありません。だから抹殺の指名者抜いてるんだと思うんですよね。みんな、他の罠型双剣の場合って。直命があるから魔法カードよりも他のって感じで。実際そうだと思う。そっちの方が正解かなって思う時ある。
まあこれはだから僕の中の安全牌っていうか保険ですね。あの弱さが見えた部分なんで、あの気に入らない人抜いてしまって構わないと思いますよ。他で欲しかったのはまあ伏せ割りかな。ハーピーだけは罠型って言ってるんで、やっぱし1枚のアドバンテージ大切にしたいですから、複数枚割れるハーピーは正直欲しかったなって気はしています。で、トラップが双剣あって1、そうですね、1でいいと思うというよりも、僕常々考えてたのが、双剣、普通の双剣作る時でも暗転1でいいんじゃねって時が結構あった。はい。というのも、2枚あって素引きしてる、そんな妨害にならないんですよね。赤章からサーチしてくるとめっちゃ弱いし、相手も分かってるからそこまで強いと思ったことないし、って感じで。だから、もっぱら除外のために使う。墓地にさっさと落としといて、タイヤで除外して無限包囲を食らっても大丈夫にする、みたいな感じで使うことが多かったから、その役割でするんだったら1枚でよくね?みたいな感じだったんですよ。まあ、だから1でいいと思います。ただ、その場合、爆屋で見せる双剣カードが1枚減るってことなんで、他の双剣増やしたいなと思う。うん。で、無限包囲を3。ここもまあ、罠型だろうとも入れてていいと思います。妨害札も誘発みたいな感じでやるんで。で、大取り物、ミラーで一番発揮するかな。トークン奪いたいです。はい。どっちかというとトークン奪うか相手モンスター奪うかどっちかなんですけど、まあ龍炎だったらトークン奪うかな。おそらく相手の龍炎効果で生まれたトークンにはトークン奪う。それ以外だったらまあ、戦モンスター奪うかなって感じです。まあ殴られて、消滅させられるだけなんでねって感じ で、神の通告に、神の宣告に、王宮の直面1ですね。だからまあ、先ほど言ったように、あの罠に寄せるんだったらもう抹殺の示した2枚抜いて、神の通告3枚目と、まああともう1枚2枚もう1枚、まあ、41枚にしてもう2枚、罠を増やす布陣が多かったですね。だから抹殺の示した抜くでしょ、1枚を神の通告、1枚を強制脱出かな確か。で、41枚目、1枚追加して、もう1枚を強制脱出。みたいな感じのがテンプレートというよりも、確か優勝した人の構築だったんじゃないかな、おそらく。はい、以上です。じゃあ次、エクストラとサイドやって終わりにしましょう。はい、それでは、エクストラデッキとサイドデッキの紹介になります。まずは、エクストラデッキか。赤章2枚。ショウエイ1枚、ショウフク2枚、クリムゾンブレーダー1枚、ホワイトオーラホエール1枚、ドラガイト1枚、ガイザー1枚、ブラッドローズドラゴン1枚、フルールドバランス1枚、ファイナルシグマ1枚、シンクロモンスター1以上です。次にエクシーズ、バグスカ1枚、アーゼス1枚、エクシーズ以上です。次にリングモンスター、ライナちゃん1枚、高烈界ライナちゃん1枚。以上ですね。じゃあ次最後。増殖する G1 枚、アーティファットロンギヌス2枚、ニビールが2枚、ダイナレスパンクルトプス1枚、モンスター以上です。次に、魔法ガード。ライトニングストーン3枚、ハーピーの羽根棒1枚、禁じられた人雫が2枚。魔法カード以上です。次に、トラップカード。次元衝撃が3枚以上です。じゃあ行きましょう。まあまあまあ、特に変更点はないかな。赤章2枚、なんですけれども、ホワイトオーラホエル。まあ、ここ自由枠です。別に入れたいカードがなかったから入れただけなんで、好きなのにしてください。そうですね。候補というか、欲しいなと思ったカードで言うと、レベル9。はい。レベル9のシンクロ。バーミリオン?尺眼の気流だっけ?尺眼の気流とか。まあ、あとは、まあ、単純に強さで言うならば、シェンシェンとかですかね。電脳界シェンシェンとか。他が、まあ、バロネス2枚目は個人的に欲しいと思ったけど全然ないんで、いいかなと思ってます。レベル8だと天意の竜騎神とかなんですけど、天意の竜騎神もそこまでなんか欲しいと思ったことがないんですよね。レベル8枠はもう、昇福と赤章、あたりでほぼ完結してて、補助的な意味でクリムゾンブレーダーとドラガイトを入れてるって感じです。この2つはまあ、欲しいなって思う時あるんで。まあまあまあ、ここ必須でしょ?まあ、ここもまあまあまあ、純必須。まあ、これはあればいいかなというか、あったらまあまあまあ便利ですよっていう、これ使うときほぼなかったですっていう話ですね。はい。で、ガイザーは個人的には必須と思ってます。いる。うん、やっぱしいる。レベル7なんで、除去しつつデッキからなんか持ってこれるという時点で、タイヤ持ってこれるという時点でめちゃめちゃ強いと。まあ、ブラッドローズも必須、必須。これも純必須かな。ここも必須。というのも、もうファイナルシグマの役目は多分、相手のね、アナコンダをしばく
っていう役割がある。あの棒立ちのアナコンダを芝居って、まあ、フュージョンデスティニーで、まあ、何かしら使わせるじゃないですか、ね、あのデストロフェニックスを何かしら使わせといて、ファイナルシグマが何かしらけど残った場合、まあ、龍炎の1200ダメージと合わせてファイナルシグマ出すと、もうほぼ、ID4800 でしょ、もうそこでライフ完全に取れるわけですよ。まあ、そこまでね、ハンドが揃うことあんまないけど、でも結構重要なんですね。フアンダリーズとかもライフ取る役目として結構重要。他は、棒立ちのアルミラージとか。鉄獣戦線相手とかだと、キット通常召喚、じゃアルミラージ変化、デキラナーベロとして再回収、エンドっていうのが、まあ、そこまで多いことはないけどもあるんですよね。だから棒立ちの、アルミラージをしばくと6000ダメージ与えられるんで、他なんかモンスターいればワンキルになるし、1200と合わせれば、あとは相手がライフを減らしてくれていたりすれば、はい、コズミックサイクロンだとか、他なんかまあわかんないけど、ライフ減らしてたのあんまないけど、チキンレースとか、まあ鉄獣でチキンレースはないか。まあでもそこまで減らしてしまえば、あともう一歩だなって感じではあるんで、ファイナルシグマも結構必須かなと思います。だから自由枠はここですね。完全自由枠だと思う。で、バグースかアーゼウス。ここもまあトークンコレクターとかいうちょっと外役カードなんとかするために必要なんで入れます。ライナちゃん。これもいいですね。これ結構強かったっす。エルドリッチ奪えるっていうのと、エルドリッチはロンギヌス奪えるっていうのもそうなんですけど、ドラゴンメイド相手でシュトラール奪って勝ったことがあるんで。3500でね。で、まあ、もう一体シンクロモンスターであれば、ワンキルの、何 ?8000 超えるんでね。3500、1850、5350。ということで、2650だから、まあそうですね。赤消化なんか出せれば、ワンキルですね。っていう感じで。で、サイド。ここまでの増順かな。まあまあまあ、増やしたいカードはですね、まあトークンコレクター、持ってないから入れてないっていうだけでトークンコレクター欲しい。禁じられた一滴もう一枚入れてもいいですかね。後攻から巻き返すのがやっぱり難しい部分があるんで。はい、先行でいい、先行は問題ないと思うんですよ。罠型双剣ですから。はい、まあ相手のライトニングストーンとかどうにかしてかわさなきゃならないんで、ライトニングストーブ、ハーピーの反撃は先行でも入れていいかなって感じはしてます。抹殺の指名者で、無効にできるんで。まあ、そのためでもある。抹殺の指名者を入れてるのはね。僕がメインデッキに。はい、以上です。じゃあ、罠型双剣のデッキ紹介動画でした。もしよろしければチャンネル登録並びに高評価、そしてコメントお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。